ではですすね、えー、飲食です、まあ、ドリンクフードもうこれねもう今は企画しなくていいですもうこんなもんで例えば5万円売り上げたところで何の数字の改善にもなりませんでマックスでこれ20万ぐらいしか出ないんで20万出したところでものすごく大変なわけですよ でしかも客数がそこそこ来ているっていう、えー、バックグラウンドがないと20万いきませんので、まあ、今残念ながら飲食が大きく伸びることはあまり期待せずにもうここはね最小限のエネルギー投資にしてもうぶっちゃけずっと出前でもいいと思いますよ。 もう出前にしていただいて店内では飲食をもう基本的にはあんまり作らないと消極的にしか作らないというふうにしてその分サービスに傾けてはいかがでしょうかということですね。